かわいそう、お前の母ちゃんビズリーチ、ビジネス系の CM で一番受けたまであるやろあれ。それビズリーチの人に対して失礼やと思わんのか。ビズリーチ、これはハイクラス人材、これじゃあパイリーチじゃねえか。すごいなビズリーチ。ビズリーチはなんで金払って CM 出演者にネガキャンさせられてるんだろ。どうであれ覚えてもらってることに感謝しろ。楽天カードマンよりマシやろ。別所哲也、ハムの人、ラカイキイチですら未だにミキプルーン言う人もいるし、しゃあない。 CM 出るってのはそういうことや。ミキプルーンと海湯どこにも売ってない謎の商品、アコムの CM で人気出たのに今は過払い金請求の CM やってる人の話する。あれほんまそう、お前のせいじゃいと言いたい。この意を捨てて三好彩香を選んだ男、ビズリーチがキャリアアップに使われとるやん。スノーマンと出てたドラマで絡み合った時、スノババアにビズリーチ邪魔、ビズリーチ消えろって叩かれまくったからな。そりゃやむよ、ジャニオタのせいか。売れなくなったら自分からビズリーチ言い出す定期。ブラボー。